はいどうも、モデリングスタジオ G 田口です。今回もよろしくお願いします。今回はね、タミヤ20分の1、マクラーレン MP4-5B こちらの方をね完成させようかなと思ってます。はい。で前回ね、研ぎ出し編ということでね、見ていただいた方わかると思うんですけれども、カウルの方はねもう艶出しまで終わってます。あと細部をね塗装して組み立てていってという感じでね、いよいよ大詰めかなという感じでございますので、どうぞ最後までお付き合いください。よろしくお願いします。はい、というわけで、もう今この状態まで来てます。まずはねシャシのこういうパーツ、まあ、こういうのもそうなんですけど、これのパーツね、見えるかな、こういうパーツ、うん、これね、ストレート組だと配線も何も指示がないので、ちょっとね資料を元にという、ね、配線追加していこうかなと思います。はい。でそれが終わったらエンジン乗せてタイヤつけてという感じで進んでいくのかな。はい。もういよいよ大詰めですので一気に作っていこうかなと思います。はい。ちょっと時間かかっちゃいましたけど、エンジンの方のディティールアップとモノコックの方のディティールアップ、まあ要するに配線配管追加の方が終わりましたんで、はい、ちょっと見せますね。寄りますよ。はい。小さすぎて映んないからね。はい。これぐらい見える。ここにプラグコードパーって入ってて、こういう感じでね、見えるかな、見えると思うんだけど、はい、反対側も当然ながらこういう感じで入ってると、うん、このホンダってロゴがなかなか決まってていいでしょ、うん、あとはまあこのオイルタンク周りとかねの、まあ、パイピングも追加してという感じです。わかるかな、うん、はい。で、あともう一つのものモノコックね、はい、こういう感じですよ。うん。でなんだ、まあ20分の1だからねしょうがないのかもしれませんけど、まあ説明書通りに組むとこの辺の配線指示は全くないんですよね。うん。なのでちょっとそれじゃあねさすがに寂しいから、うん、あの画像とかね資料とか、あとは過去に作ったことがある僕の記憶を頼りにね、こう配線を追加してみました。はい。で後ろはねここで止まってますけども、これはエンジンでね隠れるのでね、まあこの場所でよしという感じですね、うん、どっかに潜らす必要はないのかなという感じです。そう、それとね、前ね、カーボンデカール仕上げ編ってね動画をやった時に、ちょっとカーボン柄が見えないというコメントをいただいたんですよね、うん、それがちょっと残念ですと、うん、確かにそうだなと思ったので、まあねこうやって見るとカーボン柄あるんですけど多分映らないと思うのでね、ちょっと今接写してみますね。これぐらいなんですよ。見えるかな、見えるか、これぐらい、この辺、はい。でノーズだけは結構はっきり出てるという感じ。あとシートベルトもあんまり映ってなかったんで見せますけど、こういう感じです。はい。でコックピットも見えるかな、こういう感じ。はい。で、ね、せっかくカーボンデカール貼ったね、なんでそこまで暗くするんだと思う方も当然いらっしゃると思いますけどね、ちょっとね、実写のイメージに寄せすぎたというか誇張しなかったって言った方が正解なのかな。うん。実写の MP4-5B はねほとんどカーボン柄出てないんですよ。ちょっとおとなしくなりすぎたかなというのが正直なところ。はい。もうちょっとカーボン柄出てもよかったかなっていうのはありますけれどもね、まあしょうがないかなと。うん。色合い的にはね結構いい感じで仕上がってるんですよ。あとこれでもうちょっとカーボン柄が出たらよかったかなと思います。これエンジンちょっと乗せてみますけど、どんな感じになるかというと、はい、こういう感じですよ、うん、でインダクションポットを乗せるとよいしょ、こういう感じですよ。なかなか雰囲気出てきたんじゃないですかね。うん。はい。
まあ今この状態だから今喋っちゃいますけど、まだねもうちょっとディティールアップしたいんです。何をしたいかっていうとね、エンジンステーっていうものをつけたいんですよね。ここからこうまっすぐ斜めにこう降りてるボッコみたいのがついてるんですよ、実車には。ピーって、要はエンジンの振動を抑えるバーなんですけど、それをちょっと追加したいなと思うんですけど、スペース的にちょっとギリかなというところもありますが、まあなんとかやってみようかな。うん、ちょっとオーバースケールのピンになるかもしれませんけどね。はいはい、エンジンがようやくアンダートレーに乗っかりました。こうなりました。こういう感じね。でこれがね、さっき言ってたエンジンステーを取り付けたいなって言ってたのこれです。うん、なんかね、この時代のマクラーレンとかね、まあ、マクラーレンに限らず他のマシンもそうなんですけど、こういうのがついてることが多かったんですよね。うん、ちょっとこれをつけてみようかなと思ってつけてみました。はい、ねカウル縫い終わりました。裏側、はい、こういう感じになりました。あとここもね、はい、でここもねセミグロスブラックになるんですけど、まあここね曲線なんでね、マスキング難しいっちゃ難しいじゃないですか。まあ簡単っていう人もいるかもしれないですけれども、ここはねちょっとね違う塗り方しようと思ってます。うん、マスキングしないで塗るやり方があるんですよ。うん、はい、これエナメルのセミグロスブラックを塗装しようと、ここ、うん、でマスキングなしでパーッと吹いちゃって、でこの輪郭の周り、要ははみ出た部分をエナメルシンナーで拭き取ればいいだけっていう、うん、こっちはねラッカー系拭いてるんですよ。はい、エナメルのセミグロスブラック拭くとこんな感じになります。うん、まあマスキングしてないでね、当たり前ですけどこうなるんですよ。だけどもまあこれをねはみ出てる部分をエナメルシンナーで拭き取ったらどうなるかというのをちょっと見てください。はい、綿棒につけて、はみ出てる部分をしっかりね、うん、丁寧に拭いていく。で最後は最後はこのボディにもね細かいところに飛んでる可能性があるので、ボディ全体をエナメルシンナーティッシュかなんかにつけてね、うん、綺麗に拭き取っていくということをやった方が完璧に仕上がるかな。はい、はみ出た部分を拭き取るとこんな感じになるんですよね。綺麗でしょ。うん、こっちの方がね、うん、マスキングしてエアブラシで塗装したりするよりも簡単だと思う俺は。うん、綺麗に輪郭出るしね。はいはい、シールド仕上げましたよ。こういう感じです。でね、これをまあ固定するんですけど、ここにね、ここに固定するんだけど、まあ綺麗に貼るのっていろいろ考えるじゃないですか皆さん。で僕はねどうやってやってるかっていうとね、これはい、これはねガイアノートさんから出てる極細両面テープってやつなんだけど、ほんとね3種類あって、1ミリ幅、2ミリ幅、3ミリ幅ってあって、これはね2ミリ幅、うん、これをまあどっちでもいいんですけど、こう縁にぐるーっと貼ってペタッと貼るだけで、両面テープの良さはやっぱりね貼り直しが効くってところなんですけど、これね結構粘着力強いからね、そう簡単に外れないんですよ。うん、結構重宝してます。やっぱりね接着剤だとどうしても塗料同士がくっつくところなので、滲んだりとかするんですけど、塗料が溶けちゃってね、うん、両面テープだから一切そういうことないし、よしで、こういう風にね、貼って、で、余計なところを、余分とか余ったところを直近と。こういう感じ。はい。で、剥離紙を剥がして、うん。こういう、見えるかな？これ両面テープの塗りなんですよ。はい、こんな感じ。見えるこれ。これで終わり。
で強度もすんごいある、うん、だから、うん、これはね、うん、シールド固定とか、まあ、場合によってはウィンドウの縁にこうやってビーって巻いて内側からベタって貼ったりとかねっていうのも全然ありなんじゃないかなという感じです。はいはい、ウィンドウシールドをね固定したらこの上からタグホイヤーのロゴをね、ロゴというかデカールねを貼っていきます。はい、こういう感じで完成と。はいはい、ね、リアウィング接着完了。はい、こういう感じですよ。まあ、あのね、リアウィング、まあ、前後のウィング含めてそうなんですけど、まあ、注意点としてはね、やっぱり直角が出てるかどうかっていうことと、あとはねじれ。うん、まあ、タミヤのキットだからねじれることなんてそうそうないんですけど、こうね、縦ラインで見て、ここのラインがね、こっちとこっちと、うん、揃ってるかどうか。あとは、翼端板が、こう、なんだ、こう、斜めってないかとかっていうことをね、多方向からこうやって見て確認してやるという感じですね。うん、で、接着方法は様々なんですけど、まあ、20分の1ですから、今回。うん、あの、普通に流し込みを使いました、今回は。で、12分の1ぐらいのスケールの大きいものになってくると、ちょっと、強度を出さなきゃいけないのでね、エポキシ接着剤とかを使うんですけど、今回は流し込み接着剤を使いました。はいはい、リアウィング接着完了しましたよ。うん、まあ、ここで注意する点はね、やっぱり歪まないように、傾かないようにっていうこと、うん、ねじれないようにとか、うん、で特に、まあ、僕がチェックする点はこのラインがまず地面と直角かっていうことと、あとは真上から見てこういうねじれがないかっていうことっていうことをチェックしてます。あとは真後ろから見てこの傾きね、うん、この傾きがあるかどうかっていうのを真後ろからチェックして、でこの傾きはね、こうやってマシン置いた方がチェックしやすいかな。こうやって、うん、こうやって置いて平らなところだよ、平らなところに置いて、こうやって自分がこうやって下がってマシンのラインに立ってこう、ま、曲がってるかなとか曲がってないかなっていうのをチェックする。でもし、うん、曲がってるか曲がってないかって微妙なんだけど、曲がってるかどうか分かんないってなったら、こういう定規で高さはお互いに測ればいい、こうやって、うん、っていう感じで調整するのがいいかなと思います。はいはい、タミヤ20分の1マクラーレン MP45B 完成いたしました。うん、かっこいいね、やっぱりこのマシンね。うん、なんかこのシルエットが、特にこのサイドポンツーンのね、こう切り込みというかね、こう絞られていく感じ、ノーズにつながるこのラインからとかね、ほんとかっこいいなと思います、これ。で、まあ、作った感想というかね、まあ、個人的な感想ですけど、まあ、僕はね、この MP45B 含め、このマルボロカラーのマクラーレンはかなり好きなんですよ。思いっきり世代なんで。はい、で、F1 にハマったのも、このカラーリングのマシンを初めて見て、ちょっと感動したからなんですよね。うん、まあ、アイルトン・セナがね、ドライブしたっていうのもあるんですけど、僕、アイルトン・セナの大ファンなもんで、はい、やっぱりホンダエンジンが乗った、うん、最強だったなっていうのは覚えてるのでね、まあキット化されて当然なんだろうなという感じでしょうね。はい、で実はね、うん、かなり前ですけど作ったことあるんですよ、タミヤの20分の1のね、全く同じキットで、うん、その時の経験を踏まえてディティールアップとかもね、いろいろやったんですけど、うん、このキットの唯一の欠点じゃないかなと思うところ、このキットのね、うん、カウルの締まりが悪いの。うん、ディテールアップすると特にそうなるんですけど、うん、カウルの収まりというか収め方がこれね、乗っかるだけなんですよ。乗っかるだけというか、まあ厳密に言えばダボが出ててカウルから、で
アンダートレー側にダボ穴が開いてて、そこに差し込んで終わりなんですよね。だからでこれだけタイトなね作りしてるもんですから、ちょっとでもずれるとやっぱり閉まらないっていうことになるんですよ。うん、だとこれね、なんでか分かんないけど、前もそうだったんですけど、ノーズがねこの角度と内側にあるモノコックのノーズの角度が違うん、だからこれスポッて入れてしまうとノーズが浮くっていう状況になるんですよ、このキットね。うん、でよくやるのはこの辺で切っちゃって、一回仮組みの時にね切っちゃって、角度合わせてくっつけて、で隙間をパテ埋めしてっていう感じでねやられる方が結構いるんですけど、今回はね僕そこまでやりませんでした。うん、でこれね落ちないでしょ。固定方法をがっつり変えたんですよ。あ、外れないわけじゃないですからね、外れないわけじゃないんですよ。どうやったかっていうとね、ここの部分に下から穴を開けて、ここの部分に下から穴を開けてビス止めして、まずカウルをここで止めると。で浮いてるノーズの部分は見えるかな、これここにプラ板入ってるでしょ。でプラ板をノーズのね内側の形に合わせて削って、接着して、で同じ角度でピンバイスでビューッと穴を開けるんですよ、モノコックのノーズにまで。それでそこからピンを差し込んで、ね、浮かないようにしてるっていうだけ。で浮こうとするからある程度テンションかかるんでピン抜けないんですよ全然。という考え方でやってます。はい、という感じでね、制作開始からねプーさんのチャンネルにお邪魔しながらも、完成に至りました。でね、次回作作り始めてるんですよ。でね撮影しながらやってるもんですから、やっぱりね、その撮影の動画の編集がまだ全然進んでなくて、まだ全然アップロードまでできてないんですけれども、もうこれと同時進行でというか、これがねある程度進んだ段階で新しいキットを作り始めてます。まあ24分の1なんですけど、24分の1の箱車です。まあここまでしか言いませんけど、はい。で、まあ、お楽しみにということにしていただければなと思います。というわけで、マクラーレン MP45B 製作機、この動画でね完結となります。はい、完成までねお付き合いいただきまして、本当にありがとうございました。はい、次回作もねなるべく期間が空かないようにねアップロードしようかなと思ってますので、そちらの方も楽しみにしていてくれたらありがたいかなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ではまたお会いいたしましょう。最後までありがとうございました。さようなら。